何のために誰と戦っていたのか、君はいつから分かっていたの？マスタージェアノートは天才的なキーブレードマスターであった。アンセム、いや、ゼアノート、お前もかつてはキーブレードの使い手だった。しかし闇に心を失い、キーブレードも失った。マスターゼアノートは古に伝わる光と闇の戦い、キーブレード戦争に探求心を駆り立てていく。破壊の後に創造があるように、キーブレード戦争の後に何があるのか、私はそれを確かめたいのだ。キーブレードの完成こそキーブレード戦争の扉を開く鍵となる。しかし彼の野望はすでに二度阻止されている。一度目はベントゥスから闇の存在を生み出し、完全なる光ベントゥスと完全なる闇バニタスに分け、その衝突によってキーブレードを作り出そうとした。ベンツスの虚ろより生まれし者、お前はこれよりバニタスと名乗るがよい。今こそ俺との融合を果たし、キーブレードとなれ。俺とお前が戦わないとキーブレードは生まれないんだろ。だから俺は戦わない。その野望にマスターゼアノートのかつての兄弟弟子であるマスターエラクスが育てた3人の弟子が立ち向かう。俺バニタスと戦うことになるかもしれない。もしそうなってしまったら、だから俺たちはつながりの絆で結ばれた友だ。俺がそんなことはさせない。彼らの勇敢な戦いと仲間を思う絆によってキーブレード完成の野望を砕いた。俺はお前を倒してキーブレードを破壊する。キーブレードは俺とお前の心からできている。こいつを砕けばお前の心も消えるぞ。それでも構わない。テラとアクアを救えるのなら。でも3人のキーブレード使いの運命もまた砕け散ってしまった。ベントゥスはキーブレード消滅の代償に深い眠りにつき、アクアは友を救うために一人闇の世界に落ち、テラの心は行方不明となり、後に発見された時自らをゼアノートと名乗った。ゼアノート。二度目は7つの純粋な光と13の闇を衝突させることでキーブレードを作り出そうとした。ゼアノートは自ら心と肉体を分け、心はアンセムを名乗り、リクとマレフィセントを利用して7つの純粋な光の心を持つプリンセスを捕らえ、一方で肉体はゼムナスを名乗り、13機関という13の闇を揃えようとしていたんだ。その野望はいずれもソラたちの活躍によって阻止されたように思えた。なぜだ、なぜ光が。13機関の本来の目的はゼアノートの心を13の器に分けること。13のゼアノート。これは真の13機関。そして3度目がマスターゼアノート自身の口から明かされた。マスターゼアノート、やはりあなたが。ここまでは決まっていた。こうして12人の我が分身に迎えられ、人としてここに復活する。ここから先は
まだ見ぬ世界、互いに光と闇の完成の暁に彼の地でまみえるとしよう。13の闇と7つの光、どんな結末が待っているんだろう。